はい、平楽の窓です。今回の話題、アフガン到着の自衛隊、待ち受けた信じられない光景、そして今回ご紹介するタイ人の声、中東問題、そんな大層複雑なものじゃない、こういった話題からお届けしてまいりたいと思います。まずは報道ですね。アフガニスタンの武装勢力タリバンが日本人を必要としているなどと協力を呼びかける一方、自衛隊には早期撤退を求めた。タリバンムジャヒド報道官、我々は日本人のアフガニスタンからの退避を望んでいません、しかし自衛隊は退去してほしい、こういうね報道がありました。前回のムハンマドナイム報道官は日本人の退避は認めますよというね、そういう胸の発言をしていましたけれどもね、コロッとね、まあコロッとと言いますか、もう本当180度変わってきたというようなことであります。その前回ですけれども、外国軍はできるだけ早く撤退した方が良い、米軍と外国軍が決めた撤退期間は8月31日です。私たちは自衛隊が撤退期限を超えて活動することは想定していませんということでね、まあこれもかなりね、脅しっぽく聞こえますけれども、それでもね、意味の内容は違います。もう本当に3日と経たぬうちにこれですからね、我々の常識ではまあ考えていたらですね、とんでもないことになるかもしれないと、こういうことでありますね。はい、そして記事の続き、タリバンの報道官は FNN の取材に対し、我々は日本人を保護すると述べ、現地の日本人などに退避しないよう呼びかけた上で、友好的で良い外交関係でいたいとも主張した。一方で軍の駐留は好ましくないとして、日本が国外退避の支援などのために派遣する自衛隊には早期の撤退を求めたということであります。まあね、なんだかね、背筋がゾッとする、そう怖いなというね、冗談ではないという、そういう発言に私にはね聞こえるんですけれども、現地の人でさえですね、文字通り命がけで離陸する米軍機にしがみついてまでですね、一縷の望みをかけてね、脱出しようとした、そういう状況でありますからね、大丈夫ですよと言われて、まあ私たち外国人にとってもですね、冗談じゃないとこのようにね思うわけです。そんな場所に自国の国民をね平気で置いておける国などありません。タイもですね、イスラマバードのタイ大使館があるんですけれども、パキスタンですよね、16日の頃から退避が始まって、最後の1名が数日前にもう退避されましたよという、そういう報道はありました。これはね、詳細は詳しくね私は、分かっておりませんけれども、詳しいね報道がありませんけれども、そんなに人数も多くなかったということで、まあこういう程度の報道になっているんだと思います。まあ問題はね、我が国でありますけれども、日本国民の救出、あえて私は救出とこのようにね申し上げてしまうんですけれども、26日の時点では実行できなかったということです。自衛隊空軍機が向かったんですけれどもね、到着したんですけども、ダメでしたということです。まさかですよね、そんなということなんですけれども、期待とは裏腹にそこには信じられない光景が待ち受けていたということであります。まあそんなにね甘くことが運ぶとは私もね、まあ皆さんもですね思っていなかったとは思うんですけれども、この日空港に日本人や救援対象者の姿はなかったということであります。要するに空港には誰もたどり着けなかったと、こういうことですよね。この動画が公開されている頃はどうなっているのか、まあね、事態が好転して進んでいるのかもわかりませんけれども、空港周辺ではですね、何やら爆発のようなものも起こっているという報道も、多くね、流れていますよね。今回日本から向かった輸送機でありますけれども、C2 と C130、この2種類でありますが、自衛隊法84条の4、在外邦人輸送というね、こういう法律に適用してアフガニスタンに派遣されたというわけです。
カブール空港から近隣国への空港へのですね、輸送が任務だということで、そこでね、ピストンで、人をね、運ぶという、そういうことでありますけれども、従いましてですね、自衛隊法84条3の在外邦人保護というね、こういうものもありますが、これではないということですよね。ですから日本人や大使館員が空港まで自力でたどり着かない限り何もできないということであります。これはね、自衛隊の方々が悪いということでは一切ありません。現実的には日本の自衛隊単独では無理だということですよね。今のアフガンの状況、客観的にどう見ても本来であればですね、さっきの自衛隊法84条3、在外邦人保護法で動かなければ、まあね、救出という意味では無理だと思います。要は保護できないとそのままですよね。この法律その通りのことは実行できないと。人を運ぶだけですよということで、当然この84条の3を適用するためには、武器使用というものも伴うわけですけれども、そのためにはですね、その国の治安が維持され、戦闘行為がない、かつその国の同意が必要ということなんでそうです。ですからこの法律、普通に考えたらどう考えても一生使えないというね、そんな法律でありますよね。危険な場所に取り残された日本国民の生命を守るために自衛隊が武装して救助活動を行う、そういう法律なんですけれども、その場所は治安が良くて平和で戦闘もなくて、しかもその国の政府も安定していて、どうぞどうぞと言ってくれる、そういう状況でなければダメだということですから、どう考えてもこのね、自衛隊84条の3は使えないということでありますよね。まあ使えたとしても相当レアなケースでしか使えないのではないかと、私はね、素人ながらそう思うんですけども、この辺はどうでしょう。憲法問題もありますけれども、自衛隊法を改正しない限り日本国民を守ると、こういう場合ですね、守るということは難しいと、自衛隊の行動範囲は限られてきてしまうと、こういうことだと思います。皆さんはね、この辺どうでしょうか。もちろん他国と連携で救援が得られれば良いんですけれども、31日までの期限で米軍はね、助けてくれるんでしょうか、援護してくれるんでしょうか。それから日本国民ではありませんけれども、こんな話もね、もう一つあるようです。アフガニスタンからの自衛隊機による退避対象に、日本の民間非営利団体 NPO などのアフガン人職員も加わることが26日団体関係者への取材で分かった。日本政府が家族を認めないと説明したことも判明ということであります。まあね、この家族は認めないよと、現地の人たちですよね、これは仕方ないですよね。確かに私も日本大使館のためにこれまで働いてきた人も退避させてあげないと気の毒だよと、こういうことをね、前回の動画でも申し上げましたけれども、ただこれ家族まで含めるとなると厳しいというのは、例えばですね、私たちの感覚であるならば、普通ね、家族というイメージですよね、想像ですよね。そういうことになりますと、配偶者とその子供、こういうことで、まあね、それは認めてあげても良いのではないかと、こうなるわけですけれども、しかしですね、あくまで習慣も違う、異教徒の文化圏ということで、一大使館員に対し、例えばですね、もしも一族老徒を占めて100人になりますから、どうぞよろしくと言われてもですね、これは困るということですよね。これが全部我が家ですと言われてもですね、例えば奥さんが4人、子供が20人、30人といますよと、このように言われてもですね、大変になってしまうわけです。これは良い悪いではありません。お国の文化習慣の違いがあるよということであります。しかし今回のケースでそれをね、全部ね、もし仮に認めていくよと、引き受けるよということになったら、日本政府としてももう本当に収拾がつかないというね、そういう予測判断になったんだと思いますね。まあただ報道ではですね、現地採用の職員はですね、大使館とそれから JICA を合わせて数十人ということですから、まあ実際にはですね、例えば配偶者と子供だけということでですね、奥さんが何人いるか分かりませんけれども、そういう状況であれば、そんなに驚くほどの数にはもしかしたらならないのかなと
ていうこともねあるかもしれませんよね。まあ、ただねその確認をどうするんだということもありますよね。現地の身分証のようなものを見てね、例えばそれを自衛隊員がね判断できるのかと、あるいは政府関係者が判断できるのかということですけれどもね、この辺本当に難しい問題だと思います。はい、続きましてタイ人の声でありますけれども、今回タイラクが興味を持ったスレッドはこんなタイ人男性の投稿であります。アフガニスタンの地形は7割以上が山間部の渓谷だと言います。そこに多くの部族もいる。このような国は他にもありますか。統治するのは難しいのではないでしょうか、というねこういう投稿であります。まあ確かに旧ソ連も撤退した、そして米軍も20年間いてどうにもならなかったという状況があるのは、こういうね地形的なこともあるんじゃないかというねこのタイ人の投稿であります。これにどんな声が上がったかと言いますと、その視点で言えば連想されるのはビルマですね、ということでミャンマーですよね。ミャンマー北部カチン州、標高5881メートルということであります。そしてもう一つ、これはですねここにある通りアフガニスタンのヒンドゥークシュ山脈ということで、標高が7492メートルと、まあねどちらも高いですよね。こういう地形があるそういうお国柄だということで、そこにまたねいろんな部族が住んでいる、中にはね民間兵もグループでね潜んでいるということですから、こういう状況は難しいのではないかということですよね。これに返信、ミャンマーはもう頼むからおとなしくしてほしいです。本当疲れます。国連は人道支援で5000万米ドルを拠出しましたが、民兵は潜んでいるし、部族もあちこちに動き回っている、収拾がつきません、とこういうことですよね本当に。はい、それからもう一人、ミャンマーも多くの部族に分かれ、中央政府があろうと彼らは独自の軍隊を持って地域を支配しています。そこに支援する外国人もいるので、政府よりも強力になる、だから収まりがつかないのです、ということでね。これね、例えば中国とかよく言われますけれども、ただ部族単位で見ていきますと、必ずしもですね、赤組だけではないんですよね。西側諸国も部族単位にはね、要はアメリカだって支援していると、そういうケースも出てくるわけですよね。はい、それから次、地形や部族に加え人種、宗教、宗派の違いも存在します。アフリカでもこういう状況の地域はあるのではないでしょうか、とこういう意見。それからもう一人、ベトナム戦争のようなものですね、ということでね、よくね今回のアフガン米軍撤退、これはですねアメリカがベトナム戦争を諦めた時とよく似ているよというね、そういう意見が多いですよね。それからもう一人、アフガニスタンはロシアが支配していた当時はまだ良かったと思います。これから中国が入ってくれば干からびるまで吸い上げるのではないでしょうか、ということでね、いろいろなね鉱物が埋まっているよということもねありますけれども、そういうものを根こそぎ持っていくんじゃないかということですよね。まあ確かにそういう、予想もありますよね。はい、それから次、ネパールやブータンのような規模なら国は治めやすいと思います、ということでね、あの辺もね山脈がありますけれどもね。はい、それから次、確かにアフガニスタンも君主制の時代は平和だったはずですが、やがてイギリス、ロシアが入ってくる、ソビエトによる侵攻、米軍駐留、そして国は混乱していきました、ということでね、いろんなところ国が入ってきてぐちゃぐちゃになっちゃったよということもありますけれども、ただこれはね中の人たちの問題もあるとは思うんですけれどもね。はい、そして次が最後のコメントです。山岳部や渓谷の問題ではありません。タイも北部の都市は同様です。アフガニスタンの問題は部族、国籍、人種間の争い、しかもそれが一致しても宗派が異なればまたそこでも争いが起こる。解決方法は話し合いではなく力だけ、まさに古代社会の文化です、ということでね、かなりねこの人はちょっと批判的な声でありましたけれども、中東の問題は専門家の人が語れば、それは実にですね複雑で難しい問題と確かにねなるんでしょう。ただね、しかしいくら難しいとは言っても、実際にやってることといえば今最後のタイ人の人が言った通りだと思います。私もねきつい言い方になるかもしれませんけれども、結局はそういうことでしょ、という部分もね忘れてはいけないと思います。
はい、ということで今日の動画はここまでです。皆様は今回の話題、そしてタイ人のコメント、どのようなご感想ご意見をお持ちになられましたでしょうか。ぜひ今回もまた皆様のコメント楽しみにお待ちいたしております。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録、そしてベルマークのクリック、もしよろしければ高評価ボタンのほど何卒よろしくお願い申し上げます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。